ャラーニ。父さん遅いな。今日帰るってギルドから連絡があったのに。知らねえは修行で王国一周旅行してるし。あーつまんない。ご飯の前にもう一度防術の練習でもしよっかな。おい、今帰ったぞ。お父さん。ただいま、エステル。待たせちまったようだな。いい子で留守番していたか。ふふん、当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。釣り竿？スニーカー？それとも防術の道具とか？育て方間違っちまったかな。お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？綺麗な服は好きだけど、すぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより伊藤さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとして、それ…お、鋭いな。よっと。え？ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ。大きな声を出すなって、起こしちまうじゃないか。起きちゃうって、この子生きてるの？なんかぐったりしてるけど。手当ては済ませたから、もう命の危険はないはずだ。だがとりあえず休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶから、エステルはお湯を沸かしてくれ。よく寝てる。この子、私と同じくらいの歳だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。それはともかく、そろそろ話してもらおうか。行く。この子誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんがうちまで連れてきたの？ひょっとして隠し子？お母さんを裏切ってたの？どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。シェラザードに決まってるか。うん、そう。まったく、あの耳どし豆。この子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の？まあな。おっと。え？目を覚ますぞ。本当に琥珀色。ここは
坊主、目を覚ましたか。ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ。どうしてって言われてもな、いわゆる成り行きってやつ。ふざけないで。カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。こら、怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。誰？エステルよ、エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろう。そういえば。で、そんな話をしてるんじゃ。あた、大きな声を出さない。わかったよ。でも君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。なんか言った？だから怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中ではエステルに逆らわん方がいい。本気で怒らせたら俺もかなわんくらいだからな。そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない？名前よ、名前。私もさっき言ったでしょ。こっちだけが知らないのって悔しいし不公平じゃない。ま、道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。不便だし聞かせてもらおうか。わかりました。僕は、僕の名前は、過ぎゆく時がやがては
しい。よく寝た。今朝の当番は父さんだったっけ。それじゃあヨシアはまだ寝てるのかな。起きてるみたいね。よーし、私も早く支度しよっと。やるじゃないヨシュア。おはよう、エステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？ううん、ちょうど起きたところよ。でもヨシュアってば朝っぱらからキザなんだから。いやお姉さん、思わず聞き惚れちゃったわ。何がお姉さんだか、僕と同い年のくせにさ。ちっちっち、甘いわね。同い年でもこの家では私の方が先輩なんだから。言うなれば姉弟子ってやつ。はいはい、よかったね。あー、なんか投げやり。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて。他の曲も好きだけどやっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ。星のアリカだよ。そうそう、星のアリカ。ああ、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えてこれが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシアもハーモニカもいいけど、もっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ。今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。悪かったね、受けが悪くて。そういう君こそ趣味に偏りがあると思うけど。釣りとか虫捕りとかスポーツシューズ集めとか。いいじゃん、好きなんだもん。っていうか虫捕りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おい、エステル、ヨシュア。あ、父さん。おはよう父さん。朝食の用意もうできたんだ。なあ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。ごちそうさま。お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん、食う子と寝る子はよく育つよ。まあ、しっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう。うん、今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じブレイサーよ。もう子供扱いさせないんだから。まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士、
つまり見習いに過ぎ、一人前になりたかったら早く声優劇師になることだな。むむ、上等じゃない。見てなさいよ、いっぱい功績をあげまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。え？試験って何？まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっぱ完璧に忘れてたわ。そういえば知らねえがそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。はあ、君って子はのんきというかそそっかしいというか。まったくもって嘆かわしい。この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね、父さんほどじゃないってば。まったく似た者親子だな。まあいいや、エステル、そろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。うん、わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。あ、そうだ父さん、今夜の食事当番私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト受け付けとくよ。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼きバルサミコ酢風味なんてどうだ？何それ？それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。言ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。分かった、雑貨屋でリベール通信ね。残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。やった、ありがとう。それじゃあ父さん、行ってくるよ。おう、しっかりやれよ。シェラザードによろしくな。
ちょうどいい時間だね。早すぎもせず、遅すぎもしないってとこかな。うん、教会の日曜学校を卒業したばっかりなのに、ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだからこのくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃあすぐそこにあるブレイサーギルドに入ろうか。エステル、ヨシュア、アイナさん、おはよう。おはようございます。シェラ姉、もう来てる？ええ、2階で待ってるわ。今日の研修が終われば晴れてブレイサーの仲間入りね。二人とも頑張って。うん、あり、頑張ります。星と吊るし人、隠者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。シェラ姉、おはよう。あら、エステル、ヨシュア、珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね、とっとと終わらせてブレイサーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど、ま、その心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって。そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。ヨシュア、シェラ姉がいじめるよ。大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでにむやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだから、オーブメントも実践で覚えます。はあ、こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとヨシア、なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな、君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。あ、ところで知らねえ、タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、これね、近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ、最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。ブレイサーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。ウィース。何について知りたいの？
私たちの住むこのリベールはゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に育まれた王国よ。大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前エレボニア帝国に侵略された時も、最後に王国を救ったのはオーバルエンジンで空を駆ける飛行船を利用した作戦だったわ。まあ帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、今のリベールはおおむね平和と言えるわね。何について知りたいの？さてと、復讐はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。ねえ、知らねえ、実地研修って今までの研修と何が違うの？実地っていうのは現場を体験してもらうってことよ。これから二人には遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり、机でお勉強じゃないってこと？ええ、もちろん違うわよ。あちこちに出かけていって実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから楽しみにしてなさい。助かったわ。体を動かせるなら今までの研修よりずっと楽よ。もう心配して損しちゃった。なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。おう。最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず二人に渡すものがあるわ。アイナ、もう用意でき、ええ、いいわよ。じゃ、二人とももらってきなさい。大切なものだからなくさないようにね。それはブレーサー手帳といって、仕事の記録を残すための公式な手帳よ。どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか、些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。あら、気のせいかしら。返事が一つしか聞こえなかったけど。記録を残すことはブレーサーの大事な義務よ。面倒くさがらずしっかりやりなさい。はーい、わかりました。うん、わかればよろしい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て、掲示板があるでしょ。掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。こら、どこ行く。Thank you.
わね。ちゃんと確認できたみたいじゃない。掲示板のチェックはブレーサーにとって基本中の基本。緊急の仕事がないかどうか常に確認しとくのも大事な義務よ。義務ばっかりで聞いてるだけでも息苦しいわね。確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたらとても務まらないと思うよ。うん、そうだよね。もっと気合い入れていかなきゃ。ちょっとは気持ちが切り替わったかしら。うん、もうバッチリ。じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？お向かいにあるメルダースさんの工房に行って工房の利用法について勉強するわ。わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから失礼のないように。はーい。ここでは工房の利用法を勉強する。工房ではオーバルアーツを使うための専用のオーブメント。アーツには多彩な効果があるから使いこなせる。ブレーサー家業っていうのは危険と隣り合わせの職業だから、ま、私が説明で、技術的な説明は専門家に思う。というわけでメルダースさん、あとはよろし。ああ、でオーブメントとはその定義。ここ、こいつは具体的クォーツを中央の魔法をつで、もう質問はないみたい。なら次は実際に工房を利用してもらうわよ。そのためにはまずそれだけあればいくつかの、まずエステルは本当なら、合成できたみたいね。じゃあ次は使えるオーブメントにクォーツをセット。オーブメントにクォーツをセットして自分たちのオーブメントを見てどのクォーツをセットするかは、必要なクォーツが足りない。回復と攻撃の圧を両方とも用意できたみたいね。そうやって2人でバランスよく圧を使い分けると戦いやすいわよ。ちなみにどのクォーツをセットするとどんな圧が使えるようになるかはブレーサー手帳に載っているわ。より強力な圧が使いたいんだったら手帳の圧表やクォーツ表を見て自分なりに工夫してみるといいわ。さて、そろそろ工房での研修も終わりに近い。最後にやってもらうのは新しいスロットの回。スロットの数が増え、アーツでしょ。じゃあどっちのス、ヨシュア、ヨシュアはこれで人とさあ、え、し、試験って、まさか本気で忘れたの？今朝も話したばっかりじゃない。あ、
そういえば聞いたような聞いてないような。はあ、ほんと期待を裏切らない子ね。まあいいわ、とにかく試験場に行くわよ。え、もう？ちょっと待って、まだ心の準備が。ほら、キリキリ歩きなさい。ヨシュア、お助け。メルダースさん、フライデーさん、いろいろとありがとうございました。おい、試験頑張れよ。しっかりね。こら、ヨシュア、覚えてなさいよ。ようやく研修も大詰めね。これから二人に認定試験を受けてもらうわ。今までの研修の成果が発揮されること。はい、エステル、どうしたの？ねえ、知らねえ。何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？は？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？うん、見たけど。メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。よかった。エイド様、地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。ひょっとして筆記試験だと思ってたの？だから工房であんなに騒いでたのか。懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。はあ、本当に僕た…何よ、失礼しちゃうわね。はいはい、二人ともおしゃべりはそこまで。試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい補習を受けてもらうわよ。ださ、早く試験しちゃいましょう。ま、自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしているから、油断してると痛い目に遭うからね。そこで二人にはこれを渡して。この手帳は？それは魔獣鉄敵の特…なる、つまり…へえ、サンキュー。ありがたく…よし、そうだね、実践だと思う。エステル、あそこにか…うん、出たわね、エステル。わ、行くよ。せい。行くよ。はっ。任せて。よーし、上出来。よ。S、今叩く。サラス、よし。
また出たわね。相手に通常。あ？任せて。はあ。僕の番だね。はあ。調子で行くわよ。エステル、クラフトに。うん。あたしの番ね。僕の番だね。行くよ。うん、もう大丈夫だ。面倒だ。エスタだ。任せて。はっ。あたしの番ね。行くわよ。行くよ。スイッ。僕の番だね。行くよ。フッ。ハッ。ハッ。ダンコック。うん、もう大丈夫だ。よし、やった。あれが目的の宝箱。ここまで来ればもう楽勝って感じ。余裕出てきたみたいだ。それなら今度は行動の順番にもいろいろと有利なこと。あたしの番ね。僕の番だね。僕の番だね。僕の番だね。任せて。僕の番だね。あたしの番ね。はっ。行くよ。僕の番だね。はっ。
戦闘終了。先に進もう。ふーん、宝箱の中にまた箱がしまってあるなんて2つってとこも気になるし、中には何が入ってるんだろう。エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシアって本当お堅いんだから。仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。ねえ、誰も見てないし、ちょっと開けてもバレないわよね。落第したいんだったら止めないけど。落第？そういう可能性もあるってこと？もしこれが本当の仕事だったら、それは非合法のものでもない限り中身を確認する権利はないはずだよ。ああ、それはそうかも。どうしても気になるなら後でシェラさんにお願いしてみれば。さて、それじゃあ帰り道も集中していこう。オッケー。お疲れ。一応規則があるんで、捜索対象を確認させてちょうだい。うん、本物ね。途中で開いた形跡もなしと。あ、危な。やっぱりね。二人ともおめでとう。実技試験は合格よ。あのくらい楽勝よ。で、知らねえ、その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。まだ研修が終わったわけじゃない。あれ、だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってる。お疲れの。でも、そう、最後のどんな仕事、どう報告。ああ、今後とも。じゃ、この調子で次の依頼も頑張ろう。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから注意してね。報告をするとミラだけでなくBP というポイントも加算されるわ。 BP はブレイサーポイントの略称で、ブレイサーとしての実績を示すものよ。このポイントが一定値を超えると遊撃士としてのランクが上がり、協会から特別な備品が支給されるわ。準遊撃士のランクは9級から1級までの9段階よ。ぜひ1級目指して頑張ってね。実際に獲得したミラと BP はブレイサー、さーて、残るは最後の仕上げね。ようやくギル。じゃあまたね。はい。うんうん、二人には覚悟し、二人ともお疲れ様。これで研修の全過程は終了よ。あとは実際の経験で身につけるようにね。さてと。あ、その箱は。そう、さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのか随分気になってたみたいだけど、
ひょっとしてもう開けていいの？ええ、いいわよ。二人とも中身を確かめてごらんなさい。やった。それでは。このエンブレムは、じゃあこれで僕たちも、うん、エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、本日人号丸々をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として、人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。二人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。やったね、ヨシュア。これで晴れて私たちもギルドの一員よ。そうか、僕がブレイサーか。少し不思議な気分だな。もうヨシュアったら、親身にしてないでもっとパーッと喜ばないと。キャッホー、やったー。はしゃぎすぎだよエステル。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラネ、本当ありがとね。お世話になりました。ま、新人を育てるのもブレーサーの義務ってやつよ。私も昔カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだ。それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派なブレーサーになれるようにね。それじゃまたね。わからないわね。何がさ。銀線のシェラザードといえば若手ブレイサーの中でも一二を争う凄腕って聞いてるけど、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあエステルから見ればそう見えるのも無理はないけど。え？いや、さあ今日は早く家に帰ろう。無事にブレイサーになれたことを父さん。うん。おーい、早く来いよ。ま、待てよ。あれ、あんたたち。ゲゲ、エステル。あ、ヨシュアお兄ちゃん。失礼ね。何よそのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。変だ、うっさいな。男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。ふっふっふん、甘い、甘すぎるわよルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。え、まさか。ほほ、つい先ほどをもちまして私遊撃士資格を得ましたの。正真正銘
本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから威張れるような立場じゃないけどね。そこ水を差さないの。わあ、すごいすごい、お姉ちゃんたちやったね。ああ、パッドはいい子ね。小生意気な悪ガキやひねくれたお兄さんと違って。そんな俺の方が先にブレイサーになるはずだった。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よそのなんかってのは。だいたいね、16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな、本気で張り合ってるし。くそ、覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイサーになってやる。パッド、行こうぜ。うん。お姉ちゃんたち、またね。まったくルックったら、すぐ突っかかってくるんだ。私、嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。それにしても秘密基地か、ちょっと気になるな。うん、なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのは。エステルとヨシアか。いらっしゃい。新しい靴を買いに来たのかい。え、新しいの入ってるの？ストレガーの新作とか。早速目的を忘れかけてるし。靴じゃなくて、父さんに頼まれたリベール通信を買いに来たんだろ。あ、そうだった。相変わらず熱心にコレクションしてるね。残念ながらストレガーの新作は出てないよ。リベール通信なら入ってるけど。それじゃ。毎度。うちの父さんこれ。う、あ、最後の。って。お客さんから。さす。まったくだね。ああ、そと言っても。え？レジ。ま、その、あたら、じゃあ。とまあ、料理は。なるほど。うん、でも。そう、ちなみに。ありがた。ヨシア、いいところで。あれ、アイナさん？どうしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん、自宅にいらっしゃるのかしら。うん、家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの？ルックとパッド。もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それが、二人して、基
の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ確か魔獣の住処になっていなかったっけ？ええ、その可能性が高いわ。シェラザードも出かけてるから、カシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんのアイナさん、今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。了解。わかりました。翡翠の塔は丸ヶ山道の途中を。に丸ヶ山道。私は早速の。よし。あ、僕の番だね。私の番ね。行くよ。僕の番だね。うん、もう大丈夫だ。よし。えい。僕の番だね。私の番ね。僕の番だね。はっ。任せて。はっ。この調子で行くわよ。僕の番だね。僕の番だね。
ね。僕の番だね。任せて。この調子で行くわよ。僕の番だね。私の番ね。行くよ。ついっ。うん、もう大丈夫だ。任せて。僕の番だね。終了。先に進もう。僕の番だね。
行くよ。任せて。僕の番だね。戦闘終了。先に進もう。行くよ。行くよ。断速拳。任せて。あたしの番ね。翡翠の塔まで来たけど、参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。うん。最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルーク！パート！聞こえるなら返事しなさい！アニアロども、私を無視するつもり？いや、ひょっとしたら2階に上がったのかもしれない。とにかく奥に進んでみよう。よっしゃ。了解。あっち行けよお前ら。来ないでよバカ。うりゃエステル姉ちゃん。よしお兄ちゃんだ。あんたたち危ないから下がってなさい。すぐに片付けるからね。あたしの番ね。行くよ。
行くよ。無事でよかった。それに突入のタイミングもなかなか良かったと思うよ。そっかな。終わったの？すっげー。エステル結構強いんだな。女のくせにやるじゃんか。このおバカ。いって、何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃないパッドまでこんなところに連れてきたりして。反省しなさい。言ったった、やめろってば。暴力女バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きついお仕置きが必要みたいね。エステル姉ちゃん、許して、僕が悪かったです。あの、お姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ、この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エステル、後ろ。え？やば、よかった、来てくれたんだ。まだまだ甘いな、エステル。見えざる脅威に備えるため、常に感覚を研ぎ澄ませておく。それがブレイサーの心得だぞ。父さん、どうしてここに？何、アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力ととっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。ん？面目ないです。助かったよ、父さん。ごめん、僕がついていながら。ま、守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。それでは帰るとしよう。おーし、坊主ども。はい。かっこいい。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。当たり前だ。それじゃあ町に戻るぞ。えん。助けてくれたのは感謝するけど、
なんで父さんがいいところを全部持ってっちゃうのよ。納得いかない。それは仕方ないよ。なんといってもカシウス・ブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら、町に到着するなり報告は任せたとか言ってとっとと家に帰っちゃうし。ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない、あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。これで依頼達成だね。初任務お疲れ様でした。報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫、次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。それじゃあエステル。そうね、帰って夕飯の支度をしなくちゃ。あ、ちょっと待って、カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき渡しそびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ、外国の支部からみたいだけど。外国の支部ですか。遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いから、そういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。ねえヨシア。ん？私遊撃士に向いてるかな。まあ父さん譲りの武術の腕もそれなりのレベルだと思うし、困っている人がいたら放っておけないおせっかいな性格にも合ってる。そっか。ひょっとして塔での出来事を気にしてる。うん、あの時私の不注意でルックまで巻き込むとこだった。父さんが来てくれなかったら大怪我を負わせてたかもしれない。これから先こんな調子でやっていけるのかなって。何らしくないこと言ってるかな。え、今日の失敗は明日取り戻せばそれでいいじゃないか。明日より先のことを考えて尻込みするなんて君らしくもない。ずっと憧れていた仕事だろ。この程度でへこたれてどうするのさ。よしよ。うん、そうだよね、こんなの私らしくないよね。そうそう、エステルに深刻な顔は似合わないから、能天気に笑ってる方が自然だよ。ってどういう意味よ。まったく一言多いんだから。それは認める。まあいいや、ありがとう、元気づけてくれて。それじゃ早く家に帰りましょう。なんか急にお腹が減ってきちゃった。やっぱり能天気だ。
報告終わらせてきたよ。うん、ご苦労だった。報告内容は各支部で検討されて報酬や昇給などに影響してくる。これからも忘れずにな。分かってますって。そうだ父さん、リベール通信買っといたから。それとギルドからの預かり物。うん、手紙か。それじゃ私は夕飯の支度があるから。あ、そうだ、今日はありがとね、危ないところを助けてくれて。ほう、いつになく首相だな。ようやく父の偉大さを理解してくれたようで嬉しいぞ。さあ遠慮するな、ドーンと胸に飛び込んでくるがいい。調子に乗んないの。まったく、うちの男どもは減らず口ばかり達者なんだから。思っていたよりも落ち込んでいないようだが、ヨシュア、お前のおかげか。大したことはしてないよ、ちょっと葉っぱをかけただけさ。もともと強い子だからね。ふん、まだまださ。遊撃士稼業をしていれば迷ったりすることはいくらでもある。それを乗り越えてこそ一人前だ。相変わらず娘思いだね。あっちゃー、もう一回やり直しだよ。いきなり挑戦するのはさすがに無理があったかも。いな、料理は気合い、何度でも挑戦あるのみよ。まったく落ち着きのないやつだ。少し手伝ってくるよ。あの調子じゃいつ食事にありつけるかわからなそうだし。ふん、さてと。うん、帝国方面からの連絡か。うん、なんだと？ほう、驚いたな。どうよ、エステル特製ふわふわ卵のチキンオムライス。心して味わいなさいよね。うん、美味しくできてるよ、これ。やるじゃない、エステル。ふふん、これが真の実力よ。いやー、いろいろあったけど今日はすごくいい一日だったな。遊撃士の資格ももらったし、初めての任務も経験したし、オムライスも成功したしね。うん、初めて作った割には食えるな。覚悟していたのに拍子抜けだ。失礼ね、素直に美味しいって言ってよ。いや、こんな上出来なものが出発前に食えるとは思わなかった。やるじゃないか、エステル。出発前？父さん、ひょっとして。うん、急な仕事が入ってな、しばらく家を留守にするぞ。ちょっと待ってよ、それっていつからなの？明日からだ。あーんですって、いくらなんでも急すぎるわよ。さっきの手紙だね、何か事件でも起こったの？何、単なる調査だ。いろいろな場所を回るから1ヶ月くらいはかかるだろう。そういうわけで留守を頼んだぞ。何が「そういうわけで」よ。
ったくもう、いつもいつも勝手なんだから。仕方ないよエステル、頼まれたらそれに応えるのが遊撃士の仕事なんだから。それは分かってるけど、ロレント支部の仕事はどうすんの？依頼とか受けてるんじゃない？5、6件ほどな。そこで考えたんだが、お前たち俺の代わりにいくつか依頼を受けてみないか？え、それって父さんがやるはずだった仕事のこと？うん、新米のお前たちでもやれそうな仕事を回してやろう。難しそうなのはシェラザードに頼むことにする。どうだ？やるやる、やるに決まってるじゃないね。ヨシアもいいよね。そうだね、いい経験になりそうだ。決まりだな。明日出発前にギルドに話を通しておこう。がぜんやる気が出てきちゃった。父さんの名前を落とさないためにも気合を入れて取り組まないとね。おお、エステル、泣かせてくれるじゃないか。天国の母さん見てるかい？俺たちの娘はこんないい子に育ってくれたぞ。だって父さんもういい年だから、ここで信用なくしたら後がないし。協力してあげるのが娘の義務よね。俺はまだ45だ、バリバリの現役だっての。ああ、親子漫才もほどほどに。ところで父さん、明日はどっちの飛行船に乗るの？オート行き？それともボース行き？オート行きだ。朝の10時に出発だな。だったら明日はちょっと早起きしなくちゃね。目覚まし時計セットしとこっと。父さん。ヨシュアか。あんまり飲みすぎるとまたエステルに叱られるよ。旅立ち前のケーキ漬けさ。どうだ、お前も付き合わんか？遠慮しとく。っていうか未成年に酒を勧めないでよ。シェラさんじゃないんだから。あれは俺以上の上ばみだからな、うん、かなりの事件みたいだね。まだ確証はないが、帝国の方で動きがあるらしい。エレボニア帝国で。気な臭いね、それは。目立った動きではないが、それがかえって気にかかる。まずは帝国大使館に探りを入れてみるつもりだ。わかった、エステルのことは任せてよ。あまり甘やかすんじゃないぞ。遊撃士になったからには自分の面倒くらい見られないとな。エステルなら大丈夫だよ。天性の勘を持っているし、荒削りだけど武術も天才的だ。きっと一流の遊撃士になれる。今は世間知らずのひよっこさ。
いずれ自らの意志で進むべき道を選ばなくてはならん。ヨシュア、それはお前にも言えることだ。もう5年になるか。正直あっという間だったな。うん、本当にあっという間だった。あの時の言葉、まだ撤回するつもりはないか。僕にとって最後の一戦だから。それすら守れなかったら僕は自分が許せなくなるから。だからごめんなさい。謝る必要はない。だがな、これだけは覚えておけ。お前がどんな道を選ぼうと、この5年間を消すことはできん。俺もエステルもお前の家族だ。どんなことがあろうともな。うん、ありがとう父さん。さて、そろそろ時間だ。エステル、あまり無茶をしてヨシュアの手を焼かせるんじゃないぞ。もう耳たこだってば。父さんも無理しちゃダメよ。もう若くないんだからね。ふん、まだまだ若いもんには負けられんさ。シェラザード、お前にも急な仕事を押し付けてすまんな。いえ、気にしないでください。先生の代わりが務まるか自分ではちょっと心配ですけど。謙遜するな、銀線の。ついでに悪いが、何かあったら二人を頼むぞ。それは任せてください。決して甘やかさずに厳しく見守ればいいんですね。さすが分かってるじゃないか。何よそれ。この辺りが指定だね。いかんいかん。父さん、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないから。仕事が終わったら遊んでないで、とっとと帰ってきてよね。人聞きの悪いことを言うな。だがまあ、なるべく早く帰ってくるさ。それでは、二人とも元気でな。寂しそうな顔しなさんな。どうせすぐに戻ってくるわよ。何の調査かは知らないけど、先生だったらあっという間だわ。寂しくなんかないってば。父さんが留守にするなんていつものことだもん。
はいはい、そういうことにしといてあげる。それじゃあ私は先生から引き継いだ仕事を片付けるけど、困ったことがあったら遠慮なく頼ってきなさいよ。うん、でも最初のうちは自分たちの力で頑張ってみるよ。どこまでやれるか試してみたいし。生言っちゃって。ま、ヨシュアがついていればそれほど心配することもないか。二人とも頑張りなさいよ。頑張ります。さてと、どうする？早速ギルドに行こう。うん、どんな仕事をするのかアイナさんに聞いて。それThank you.
エステル、どんな仕事？あ、そ、おかしいな、どこ、あ、ね、この、きれい、そう、きれいな石、そんな石がど、ひょ、どな、お服、そ、雑貨屋、その、当然だろ、ガキ扱いすんなよ、な、まあ、もし光る、この辺いる、あれ、どうし、なんだ、ほ、何か、排水、町のちょっと前に、あ、そ、実地研修で地下水路への気になるなら、うん、大丈夫だ。えい、行くよ、せい、あたしの番ね、はい、この調子で行くわよ、行くよ、せい、任せて、はっ、行くよ、はっ、戦闘終了、先に、す、僕の番だね、せい、行くよ、はっ、任せて、はっ、うっ、行くよ、せい、あたしの番ね、私の実力よ、行くよ、僕の番だね、せい、戦闘終了、先に進もう、えい、行くよ、僕の番だね、せい、任せて、
行くよ。戦闘終了。先に進もう。だね。行くよ。せい。任せて。これが私の実力よ。そこ。排水溝。スクオ。本当にき、これも。すごく、ま、こんな場所で。おっと、確かに。そこ。ねえ、もしか君の探し、ああ、これだよ。うん、なんだよ、汚れてるじゃん。こらこら。え、こ、文句言うけ。そういうも、エステル。うん、君が探し、ああ、このオーブメント。うん、割れちゃった。そう、いや、うん、どうしたの。え、ああ、ま、とにかく、じゃ、あっと、そうだ、忘れてた。ほら、この肉団子、なんか、じゃ。き、で、なんで。え、言われて、まあ、い、ひょっとす、うん、私に。でも、オーグメ、わーい。エステル、先にギルドへ行こう。どんな仕事をする。あ、よしゅー、カシウスさん、もう出発したの。うん、さっきね。それで早速、父さんがやるはずだった仕事を紹介してもらおうと。分かったわ。あなたたちにお願いする仕事は、まず最初は西にある農園に行ってほしいの。西の農園って、ティオの家に。ティオ、聞いたことがあるような。僕たちと同級だったティオ・パーゼルのことです。パーゼル農園の娘なんですよ。ああ、そうだったの。ええ、そのパーゼル農園で魔獣退治をしてもらいたいのよ。え、魔獣が出たの。幸い怪我人は出てないけど、畑が荒らされて困ってるらしいわ。それでギルドに要請があったのよ。そんなことがあったんだ。うん、わかった。すぐにでも向かってみるわ。では、これを渡しておくわね。あなたたちが農園のご主人に。ティオのお父さんたちなら知ってるから必要ないと思うけど、まあ一応。
の番だね。私の番ね。これが私の実力よ。行くよ。私の番ね。僕の番だね。任せて。行くよ。私の番ね。この調子で行くわよ。行くよ。はっ。私の番ね。行くよ。任せて。よーし、上出来。僕の番だね。任せて。僕の番だね。はっ。任せて。はっ。僕の番だね。せっ。私の番ね。行くよ。せい。戦闘終了。行くよ。せい。あたしの番ね。僕の番だね。はっ。任せて。行くよ。せっ。戦闘終了。先に進もう。僕の番だね。せい。任せて。はっ。私の番ね。行くよ。せい。任せて。僕の番だね。せい。
うん、もう大丈夫だ。僕の番だね。行くよ。あたしの番ね。僕の番だね。僕の番だね。戦闘終了。先に進む。行くよ。行くよ。あたしの番ね。この調子で行くわよ。僕の番だね。あたしの番ね。行くよ。行くよ。せい。うん、もう大丈夫だ。行くよ。任せて。
て。行くよ。うん、もう大丈夫。行くよ。行くよ。私の番ね。はーはっ。僕の番だね。行くよ。この調子で行くわよ。戦闘終了。先に進もう。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。やった！ランクアップよ。お疲れ様。
無事に目的を達成。何か依頼を立行くよ。はっ。私の番ね。はっ。僕の番だね。はっ。任せて。はっ。僕の番だね。もう大丈夫だ。僕の番だね。な場所よね。魔獣に襲われてるなんてちょっと信じられないけど。
確かに今はそれらしい気配は感じないな。とにかく事情を聞いてみよう。ティオ、どこにいるのかな。